茨城県からスイカ名人のスイカが届いたので、食レポします。はい、北海道中村の町寺坂農園の寺坂です。はい、オープン。おー、スイカ屋さんになってる。日本農業賞優秀賞を受賞した産地のスイカ。素晴らしい。すげー。はい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 。おお、こんな感じだ。完熟出荷品。はい、これです。独り占めスイカ。群馬県だ。茨城じゃなかった、ごめんなさい。群馬県で品質保証。すごいね。完熟スイカ。じゃあ行ってみましょう。ちょっと北海道まだね、雪降ってるのにね、スイカってすごいよね。4月中に食べるの初めてだ、スイカ。スーパーにもないですね。並んでないですね。グリーンアスパラ発送中ですからね。うわ、この時期にスイカって。行くよ行くよ。オープン。うわー、びっちり。これほんも、ほんと完熟だよこれ。もう酢が入る、もうギリギリまで。皮薄いですね。皮薄、これは美味しそう。ね、さっき YouTube でなんかみんなが真ん中になる、切り方って勉強したんで、こうだよね。勉強したでしょ。うん、そうの、うん、そしてこうだよね。はい、こんな、あとはこんな感じだよね。はい、そしたら誰が食べても真ん中にが、この真ん中の部分が一番美味しいから。そうですね。はい、それでは、はい、いただきます。名人が作ったスイカとは、土作りを極めた名人が作ったスイカとは、はい、いただきます。はい、どうですか。あ、参りました。うわ、うそ。どうですか。何これ、こんな甘いの食べたことない。カルシウム肥料を使っている。皮の近くまで、種子があり、果肉の糖度が高く喜んでいただけると思います。だってこの皮の際まで甘いよこれ。うん、で肉密度が高くて柔らかさとシャリシャリ感があります。普通さ、柔らかくなったらボケた味するじゃん、スイカって。でもこれ、うん、本当に皮のパリシャリ。うん、こんなうまいスイカ食べたことない。だってフラムのスイカだってすごいうまいぜ。すごい、群馬県の独り占めスイカ。いや、これしました。この緑っぽいところまで甘いな。やばいねこれ。すごい、もう美味しいしか言いようがないね。シャリ感から、これうなっちゃうね。そうですね。ちょっと寺坂農園のメロン今ガンガン育ててるけど、これぐらいの感動レベルに持ってきたいね。なんか燃えてきました。いや、すごい衝撃だったね。こういうのを作れる農業者になりたいよね。とても美味しかったです。はい、ではまた。